それでは今回は光の実験ということで、はい、反射屈折実像虚像と、このあたりを勉強していけたらなと思っておりますのでよろしくお願いします。お願いします。早速何しますか。こんな中真っ暗い感じですけど、ね、闇の実験な感じですね危なそうですね、はい、ということでこちらにね、はい、世界最強レーザーポインターを用意しました。やばい出てきましたね、はい、これがあればね風船だって割れるんですけどね。それレーザーで風船が割れるまあこれであの光の軌跡が見えますのでね、はい、はい、これでちょっと実験していきましょうか。じゃあまずは反射からいきましょうか。反射から、はい、このままだとあの光の道筋を見ることがちょっと難しいんですけど、はい、ちょっとスモークマシーンでねこの辺煙を焚いてあげると見やすくなるので。はい、わかりました、はい、それでちょっとね見ていきましょうか。はい、はい、じゃあ行きます、はい、こんな感じで。じゃあまずまっすぐ、はい、そうですね、こんな感じですね、はい、見えるかな。おお、すごい、はい、じゃあこれを下に鏡が今あるのでそこに当てていくと、おお、はい、これが反射。はい、これはね小学校でも習いますよね。そうですね、はい、光は鏡で反射するというところですね。そうですね、まず反射は多分日常生活でみんなも分かると思うんですけど、ここからじゃあ屈折の方に先生お願いします。屈折ですね、はい、屈折といえば何でしょうか。水、まあ、水かガラスかですかね。うん、そうですね、はい、ちょっとじゃあ水を用意しますね、はい、これでいきますか。これでいきますか、はい、じゃあ水、空気中から、水の中にね光が入ると屈折という現象が起きますね、はい、レーザーの光、光をですね空気中から水の中に入れるとまっすぐではなくてちょっと曲がってますよね。そう、内側に曲がってますね。内側に曲がっている、これしっかり覚えておいてください。これが、入射角と屈折角の関係で、うん、空気中から水に入るときは必ず屈折角の方が小さくなるのでこういった内側に、まあ、中に折れるのがまあ決まってると、うん、はい、水中から空気中に行くときも、はいはい、屈折はします。これはね水中から空気中です。空気中から水中と水中から空気中なんか違うことあるんでしょうか。入射角と屈折角の位置が反対になってしまうので、うん、その関係は変わりますけど通ってる道筋は一緒なんですよね、うん、上から刺してきても下から行っても、うん、なので、まあ、この道筋通る道筋だけ覚えてもらえればいいかなとは思います。はい、そして角度をじゃあちょっと大きくしていくとこんな感じかな。はい、これ何ですか。これはね前反射と言いますね、はいはい、まあ、みんなね、プールに潜って遠くを見るとあのプールの上の面がね鏡みたいになることあると思いますけど、はい、全てを反射してしまって、はい、水面が鏡みたいになるのでね、前反射、反射してるんですね。これ屈折しても水から出ないんですよね光が。そうですね、全く出てないですね、はい、で今はあの水と、ね、はい、空気、はいはい、ということであの物質が違うと屈折するというのもありましたけど、はい、今度は、ね、こちらですね、まあ、違う物質に入っていく時の屈折も見てみましょう、はい、こちらにガラスがあります、はい、でガラスを通って、ね、光がまっすぐ出てますね。そうですね、今まっすぐなので特に屈折はしてないと、はい、でこれを斜めにガラスに入っていくようにすると、はい、こんな感じですね。さっきまではねまっすぐ行ってたんだけれどもガラスの中で曲がってますね。はい、こっち側から入ってきてちょっと曲がってまた逆側に曲がるというね。はい、はい、これさっきの水の中にいた時と同じようなルートで、うん、まあ、屈折率の関係なので、空気中からガラスに入る時も同じようにやっぱ内側に、うんうん、曲がると。はい、はい、でガラスからまた空気中に出る時に出る時はだからあれですもんね、最初のこの空気中と出た後の空気中は同じ一応まっすぐな角度に戻ってるんですよね、うんうん、ちょっとずれてはいますけど、そうですね、まっすぐに角度に戻ってる、平行にはなってる、はい、なんでねあのコップにストローとか入れた時にね、はい、ちょっと曲がって見える、ずれて見えるっていうのはねこれの現象ですね、はい、屈折によるものです。でこの屈折を利用すると、はい、ね面白いものが作れるということですね。何でしょう。はい、それがですねこちらですね。ほうはい、なんだろうこれ虫眼鏡。あ、はいはい、これね屈折を利用したものなんですね、はいはい、ちょっとやっていきましょうか、はい、さあこちらにねガラスの曲がった、ね、半分だけの円になったものがありますね、はい、これをちょっと光源の後ろに置いてみましょうか、はい、もちろんねまっすぐ通り抜ける光はまっすぐ出てますけど、はい、これを横にずらしていくと、はい、屈折によって光が曲がるということですね。
でちょっと光をもう少し広くしてみましょうか。3本用意しましょう、はい、このように。はい、ということで3本の光が、ガラスの、ね、曲面で屈折して、はい、クロスして交わると。これをね、凸レンズって言います、はい、もう一個ね、ちょレンズがあって、はい、よく見るね、こういうもの、はい、これもね、凸レンズですね。これがあれですよ、虫眼鏡のやつでしたっけ。そうですね、虫眼鏡は両側がこうね、丸く膨らんでるので、こちらを置いても、まあ、同じように屈折をしているということですか ね屈折して光が交わるということですね、はい、ということでですね、まあ、皆さんがよく見るレンズっていうのも光の屈折を利用したものだということですね、はい、ではですね、こちらね、三角形のプリズムという、ね、ガラスを使ってもう一つ面白い実験してみましょう、はい、こちらの、ね、白い光をこの三角形のガラスに当ててみましょう、はい、でこのガラスを置くと、はいはい、白い光がですね、屈折によって分けられてこう虹色になるということですね。うん、白から始まっているのに色が増えるんですね、うん、そうですね。で白い色っていうのは、はい、白だけじゃなくてこのようにね、いろんな色が混ざって白い色ができているんですね、はいはい、では太陽の光とかも、ね、白い光なんですけど実はいろんな色が混ざってまして、うん、虹とかはですね、雨粒がこのプリズムのような効果を生み出すので虹ができると。太陽の光が分けられて虹ができるということなんです。でちなみになんでこう色が分かれて見えるんですか。白がスタートだったんですけど、はい、これはですね、まあ、白い光が一回屈折、入るときに屈折して、はい、また出るときにもう一回屈折します、はい、そうするとですね、まあ、赤から紫まで、まあね、まあ、よく赤外線といって赤、紫外線といって紫ってありますけど、はい、赤から紫までの色がですね、それぞれ屈折率が違うので、屈折する角度が違うので分けられるということですね。なるほど。じゃあ屈折率の違いによって徐々にこう白に重なってたものがずれてこういうふうに見えると、はい、そうですね、分けることができる、はい、ありがとうございますですね、はい、なんでね、ちょっとちなみにこういうものを用意しました、はい、このね、黒い四角い物体ですけど、はいはい、これ、青、赤、緑の、ね、光を出せるようになってます、はいはい、青、お、はい、赤、はい、緑、これをね、3色重ねると白い光になるということですね。絵の具とかはね、いろいろ混ぜていくと茶色とかグレーとかね、濃い色、黒とかに近づいていっちゃうんですけど、はい、光はもう合わせれば合わせるほど白に近づいていくっていうことですね。なるほど。ではですね、凸レンズによる像のでき方を調べましょうか、はいはい、こちらにですね、真ん中に焦点距離が10センチの凸レンズを用意しました、はい、あとこちらがスクリーンで、こちらが光源ですね、はいはい、ろうそくの形で、まあ、右側に赤、左側に緑というふうにちょっと分かりやすく色分けしてあります、はいはい、ではちょっとこれを使って、このスクリーンできる像の大きさ、うん、像の位置、はい、そして像の向きをね、調べていきましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ、ハイチ先生お願いします。任されました。はい、じゃあ今、元気先生が焦点距離10センチとおっしゃっていただいたんですけど、はい、実はこの実験、焦点距離がすごく大切になります。ポイントです。で、まずですね、焦点距離が10なので、その2倍、つまり20センチですね。凸レンズから20センチ離したところに光源をまず置きます。うん、で、ここを同じく20センチ離したところになると、これがですね、光源のものと同じサイズの像ができてます、うん、はい、こちらと同じサイズで、こちらも同じ、はいはい、スクリーンに。ただし、ちょっとね、見てわかるようにひっくり返ってるんですよね、うん、これは上下もひっくり返るし、左右もひっくり返ります、はい、これはすごく大事なポイント。これがポイントですね、はい、ちなみにこれを実像と呼びます、はい、実際にあのスクリーンに映ってるので実像と。そうですね、うん、はい、でここから大きさを変えていくんですけど、はい、元気先生、この、光源を近づけたいか離したいかどっちですか、うん、近づけたい。近づけましょう。じゃあ近づけてみます、こっちに、うん、で近づけ、ちょっと像があれなのこっちも、離していくとですね、この辺かな、はい、今元気先生が言ってくれたように、こう近づけるとですね、これは実像の方が大きくなるという像ができます、うんうん、かなり本物よりもスクリーンに映った像の方が大きくなってますね。ってことは、まあ大体予想はつくかと思うんですが、焦点距離2と2倍の20センチから離した状態で近づけていくとこんな感じ、
ですかね、はい、光源を離すとスクリーンに映る位置、ピントが合う位置はちょっと近づいて、でそして小さくなると。そうです、実度は小さくなると、うんうんうん、これが特徴なのでしっかり押さえておいてください、はい、いずれにせよ上下左右は逆さになると。必ず、はい、逆さになります、うん、次に焦点がさっき10センチってあったんですけど、うん、その焦点の上に光源を置きます、うん、でスクリーンもこうやって置くとですね、まず像ができないんですよ。はい、スクリーンに像が映らなくなる。映らなくなります。焦点の上に光源を置くとですね、像が映らないっていうのもまず覚えておきましょう、はい、でもっと近づけます。焦点の上を越えてもっと近づけるとですね、これも像ができないんですね、うん、像ができないんですが、実はちょっと違う像ができると、はい、それをちょっと見てみましょう。はい、ちょっとこれを取り外して、はいはい、虫眼鏡の中を覗いてみると、おお、本当だ、めっちゃ大きいのが大きな像ができてますね。この焦点より内側に持っていくと、実像ではなく虚像というものが見えています。ただ光源と上下左右が同じ向きで、光源より大きい像が見えているということですね。実像と違くて向きも全く同じものが見えていて、でこれが実は虫眼鏡の原理として使われている。これは虚像ですね。いや、闇の実験でしたねやっぱ光の実験をするには闇が必要ですね。闇必要でしたね、はいはい、今回やったようにこう結構内容盛りだくさんで、うん、こう覚えること結構多いんですよね、実は反射屈折だったりとか、うん、ただその屈折にしても、例えば空気中から水に入るときはこう屈折するとか決まっていくものがあるので、うんうん、まあ、今回の焦点距離の2倍もそうですけど、まあ、キーワードの部分をしっかり押さえてもらって、うん、こういう時はこういう像ができるんだっていうのを、ね、押さえてもらえたらと思いますので、ぜひ、ね、復習に使ってみてください。